3, 2, 1。こんにちは、PNG ニュースの時間です。今日はなんとパプアニューギニアで美味しい海苔巻きが食べるということで今日現場に来てみました。今作るみたいなので行ってみましょう。はい、今現場に来ました。それでは荒木田さんを呼びたいと思います。荒木田さん、こんにちは。こんにちは。では今日は簡単に誰でも作れる海苔巻きの作り方を考えたのでご紹介したいと思います。それでは見ていきましょう。せーの、ゆみスタートナウ。では材料はこちら。きゅうり、ツナ缶、わさび、海苔、マヨネーズとご飯。じゃあこの材料で今日は2種類の海苔巻きを作ります。それでは、最初にご飯2カップ分用意します。でこれは必ず炊きたての熱々を使ってください。ではすし酢の割合をお教えします。ここでシェフスペシャルテクニックナンバーワン。酢大さじ5、砂糖大さじ3、塩小さじ1。ではこれをこの混ぜたすし酢をご飯の中に入れて混ぜます。そしたらご飯を切るように混ぜます。では材料を切っていきます。まずきゅうりは根元と先を落としたら半分に、4等分に切ります。そしたらここが食感が悪いのでここは取ってしまいます。そしてさらに半分に切ります。これがだいたい海苔巻き1本分の分量です。次あと切るのは海苔です。海苔はまあご存知の通りに縦に線が走ってます。これを目標にして縦に平行に半分に切ります。まず早速巻いていきます。でこれは巻き簾と言いまして日本で海苔巻きの時に使う伝統的な巻物を巻く道具です。でまず最初にこれで巻いていきたいと思います。で今手につけたのはお酢です。お酢をつけないとご飯手がベタベタくっついてしまうので注意してください。きゅうりにはわさびを使います。そして
これで出来上がりです。これはちょっと難しいよね。みーちゃんちょっとおいで、はい、ではここから簡単に曲げる巻き方をご紹介します。じゃあみーちゃん一緒にやろう。まずのりの、のりをまず最初に縦に置きます。そしたらみゆちゃんの大好きなツナとマヨネーズを使います。で、ここのところにツナを置きます。そしたらこのツナの上にマヨネーズをかけます。そしたら今度はこれをくる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 っと巻きます。これで両端をちょっと押さえたら、これで簡単のり巻きです。そしてここの巻いたのり、のり、のりの端があるから、そこを下にして置いておきます。これで誰でも簡単に作れるのり巻きです。Enjoy! のり巻き。いただきます。これリアルこれだったら簡単にできるよね。本当。今日初めて寿司作りました。寿司。作ったことないです。簡単。簡単でしょ？すごく簡単。カッパ巻きです。日本語ではカッパ巻きと言います。なぜかというと、まあ諸説ありますが、カッパがキュウリが好きだと。っていうところからつけたというのが伝説になります。このカッパ巻きはずっと昔から食べられている日本の代表的な海苔巻きの一つです。で、ツナマヨはどちらかというと最近の料理です。で、この海苔巻きは基本的に何を巻いてもいいので、それは各作る人が好きなものをどんどん巻いて食べてもらえればいいと思います。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。Stay tuned! はい、酢大さじ5、砂糖大さじ3、塩大さじ…なんて